五代さんの一番の支えとなったのは夫の杉良太郎さんだったといいます。すごい心配性な人ですから、やっぱり黙ってらんないみたいで、家でずっと洗い物引き受けて、ずっと私をマッサージしてそれで、あ、いないないにとか思ったりして長く続いた治療もようやくこの年末に目処がつきました。五代さんが新たな気持ちで臨む紅白のステージに期待です。今日紹介したアーティストたちの思いが皆さんに伝わるように、私も隊長として強く応援していきます。さあ、そんな紅白の勝敗を決めるのは視聴者の皆さんです。大晦日テレビを見ながら紅白の審査をしてみませんか。参加方法はこちら、携帯電話、ワンセグ、デジタルテレビのいずれかがあれば OK。 詳しくは紅白公式ホームページをご覧ください。さらに今年の紅白歌合戦は NHK オンデマンドでも楽しめるんですよ。うっかり見逃しても放送翌日から15日間配信しています。もう一度感動を味わいたい方、ぜひ NHK オンデマンドへ。以上、紅白ブラッシュ、ミネマリと歌の妖精歌好きでした。次回もお楽しみに。こんばんは、6時のニュースです。年末